トリオ断然の人気は7番手以降の組み立て。さて4コーナー、竹内優作上昇です。レースは残り2周ですが、4番手から3番志村も合わせます。3つのラインが折り重なる形、打掌の周回。3番の志村が一旦前に出た、その上1センター、2番の竹内優作が前に出て、ここは主導権を取りに来そうだ。3番の志村は内側サイドすんなり4番手、4番とね7番手で鐘を迎えた縦長の状況です。2番の竹内優作のペースだけです。7番で山下がこれは5番と少しこれは離れて2車身ほど間が空いているようです。4番の利根は7番手、別戦の出番はあるんでしょうか。レースは残り1周です。2番の竹内優作マイペース先行、3番の志村は4番で後ろ警戒、4番の利根は7番手、志村利根出番はあるんでしょうか。まだバック一本ボーダー、竹内優作のマイペース先行、番手先5番の坂口、後ろ車間分けながら警戒しています。ようやく7番手が4番の利根が仕掛けるが、6番手でいっぱい、4番手が3番志村、外持ち出すが間に合うのか。直線コース2番竹内先頭、5番の坂口優外からさほど持ち出す、2 5 9 3 4 2 5人が広がってどうか、ゴール金でもつれました。坂口優、2 5 9 3 4 2 5人が広がって。